こんにちは、海心整骨院の染井です。最近こう頭が疲れている方結構いらっしゃいまして、そんな方の対処法をご紹介したいと思います。頭が痛いとか頭が疲れている時っていうのは、実は体としてはこう伸びをしている状態、首とか肩とかの筋肉が縮こまってアキレス腱が緊張してしまっている状態になっている方が結構いてありますので、それをこう改善させると頭の疲れというのが取れてきます。その体操なんですけども、まず両手をバンザイしていただいて、左の手首を右の手で持ちます。で、足首を上に返すように、このアキレス腱を伸ばすような方向に足を持っていくっていうのと同時に伸びをしていきます。足首は左側ですね。左の手首は左側の足を伸ばしていくように伸びをしていきます。気持ちいいぐらい伸びてきたところで、できればあくびをしてもらえるといいんですけども、無理な方は大きく口を開けるだけでも大丈夫です。でちょっとこうゆするなどして気持ちいいなと思うぐらいこう動いてもらえたら、下ろして、次は反対側、同じように、左手で次は右の手首を持って、右の足を上に返すようにアキレス腱を伸ばす方向に返しながら伸びをしていきます。そしてあくびもしくは大きく口を開けます。そして気持ちいいぐらいの動きをします。この時はもう形はもう崩れても大丈夫なんで、気持ちいいなと思うような動きをしてもらえたら、で下ろします。こうしてもらうと、もう今でもこう血流が上がっているのを感じるのと、肩とか首とか、あとは足の方がこうふわっと力が抜けているのを感じますんで、そうで慣れたら成功かなと思います。一度試してみてください。では失礼します。